なんで一応3じゃないよの時間の前に終わります。なので3じゃないよって23時からでしょ。かまわー、あれ22時から やばい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 ねっていうジョーク、みんな今オンエア中です。皆さんぜひ聞いてください。オンエアしてる頃にはこの配信終わってるかもしれませんが、はい。あれ23時から、あ、22時からで1時間になったんだ。そういうことだ。ちょっとね、なんか頭がこんがらがってしまいまして本当に良くないね。23時からゼロポジ、あ、そうですね、ゼロポジもありますね。私は出てませんけど、23時はゼロポジですね、はい、もう3じゃないよ、呼ばれないだろうね、呼ばれないかもしれないね、このまま行くと。あ、そういえば今日 DQ ウォーカーが放送されたんですよ。ブラブラ DQ ウォーカーっていう東海ラジオで、まあ、東海3県の方は見れるんですけど、リアルタイムで見てくれましたかね皆さん。ちょっと放送圏内の方は見れるんですけど、ぜひね、まあ、そういう見れなかった、見逃したっていう方とか、ね、放送圏外で見れなかったよっていう方はぜひロキポさんで配信されているのでぜひ見てください。よろしくお願いします。アグー球場来てましたね。そう、アグー球場でオープニング撮りました。はい、かき氷めっちゃ美味しかったですよ。本当にめちゃめちゃ美味しかった。この後ロキポで見ます。ぜひ見てください。そう あ、ジンギスカンね。そう、私ジンギスカン多分食べたことあるんですよ、お仕事 でなんか聞き覚えあるなって思ったんですけど、なんかその自分がそのね、お肉っていうのにあんまりこうヒットしなくて、なんだろうと思ってたんですけど、なんかジンギスカン、ジンギスカンって言ったらなんか12巻が頭に出てきて、12巻みたいな、カンガルーと思ってカンガルーって言っちゃいました。すいません、本当に本当に何を言ってんだろうって思うんですけど、なんか12巻が出てきて、ジンギスカン、ジンギスカンって考えてきたら、そう、まあ、カンガルーかなみたいな、でなってカンガルーって言っちゃいました。すいません、本当に。でもジンギスカンはね、羊でした、羊の肉だっけ、羊の肉らしいので皆さん覚えてくださいね。ゴルフもうまかった。え、本当にゴルフうまいよ。私本当に2回ぐらいしかやったことないよ。
ゴルフなんか遊びでやったぐらいけど、なんかみんな最初はなんか当たらないみたいな、ボールに当たらないとか言うから、そうなんかそう才能あるっていう風に言われた。センスある？え、本当に？やった、センスあるのかもしれない。あ、しげたが言ったじゃん、球技はねセンスあるんすよ、私球技はいけると思うんすよ。ドライバー当てるの大変なのよ、センスある。え、本当にガチでほぼゼロみたいな、経験未経験なんですよゴルフ。センスないと思うって言われちゃったんだけど、テニスに比べれば簡単そうです。え、テニスより多分ゴルフの方が難しいよ。無理無理無理。ゴルフの方が断然むずいから。ゴルフやったらドライバー打ってしまいそう。え、怖いよね。やめろ、雪見大福に隠れる人。で、そんなに器大きくないですよ。はい、そんなに器大きくないよ。ゴルフは奥が深いと。なるほど。着てるの先端ティーって当てる人すごいね。これ私17歳とかの先端ティー着てんの今。これでもちょっとくしゃくしゃすぎてあんま見せたくないんだけどさ、よく気づいたね。こんばんは、遠くですか。じゃあそれは女優性とは何が分かったんですか。私の中の押しみさん8連休だそうです。なので何か私の一人で確認を取らないといけないなフレルフクリーダーですよ。そしておしらゆきちゃんに聞くみたいな。そうなんですよ、おしりんさんも一応誰かに聞く。わかんない、どっちかに合わせる。
ドラゴンズの片側の選手が気になる。あ、はいはい。それで、そう、その後にロケバスでね、なんか誰みたいな感じ聞かれて、井戸田さんに。見てて、で、誰誰って教えてもらった時に、あ、選手だったの。で、ビシエド選手かな。ビシエド選手って聞かれて、ああその時に出てこなかったんですけど、そう、その方、その方を言いたかったんです。カタカナの選手、ビシエド選手。選手の覚えないとなと思って、はい、次呼ばれるかまた分かんないですけど、また呼んでいただいた時は、前髪が、そう、前髪何もしないっていうか、髪の毛何もしないからだけど、ビシエド選手の背番号あ、そう、根尾選手は7番じゃん。そう、共通のものがあるから、あ、7番だって覚えやすくて覚えました。はい、2桁からの、え、からのって何、2桁、大体2桁でもなんか、どういうこと？どういうこと？むずいむずい。14番。あ、177日です、イエーイ。2桁で6、66、61、66、66、サボサやねって言われた。そんなこと言わないで。ぐんちゃんね、ぐんちゃん。
何番だった気がする。ドラゴンズの監督さんもちろん知ってます。立浪監督です。ちょっと遠い。違うよね、二十何番じゃないよね。正解？なるほど。完璧です。ということで、私もね、遅いんですけど、時間だったんですが、このあたりにした、もちろん皆さん30代もぜひ見ました。バイバーイ。 DQ ウォーカーで着てた衣装です。私はあれ私服じゃない。バイバーイ。